今日は24時間テレビのチャリティーパーソナリティを務める新垣結衣さんにスタジオにお越しいただきました。いよいよ本番があと3日後に迫りましたけれども、はい、今の心境はいかがですか？今日1日、はい、電波ジャックさせていただいて、はい、だんだん実感が湧いてきました。朝早かったですよね、今日。そうですね、朝からやらせていただいてたんですけど、はい、頑張らなきゃな。はい、そうですね、体調も、はい、キープして。そんな中で新垣さんは今回フィリピンを訪れたそうですね。はい、はい、そうですね、フィリピンのあのアジア、東南アジア最大級と言われているスラム街で生活している子どもたちに会ってきました。はい、新垣さんが訪れたフィリピンのスラム街には貧しくも懸命に生きる子どもたちの姿がありました。新垣さんが向かったのはフィリピンの首都マニラから車で2時間ほどの場所にあるパヤタス地区。中心にそびえ立つのは大量のゴミでできた山。このゴミの山を囲むように4万人が暮らすスラム街が広がっています。そういうところに行くのは初めてなので、その情報もこうなんか資料とかただのこうなんか映画とかで見たイメージでしかないので、初めて訪れるスラム街。車を降りるとたちまちゴミの匂いが漂ってきます。この辺も、まあ、家ですよね。密集してますね。道は入り組み、今にも壊れそうな家、衛生面も極めて悪い状態です。これは何ですか？ジャンクショップ。ここに売りに来るってことですか？ここで暮らす人々の生活費は1日200円ほど。職に就けない人々にとってはゴミの中からリサイクル品を見つけ売ることだけがその日を生きる術なのです。どんなものを買うんですか、ここは？あいたりそう、あのそうさあ、プラスマスライはぁ、ワイヤー、ワイヤー。どうせいくらぐらいなんですか？150%。実はこの地域の人口のおよそ4割を子供が占めています。厳しい環境の中でも無邪気な笑顔を見せてくれました。この笑顔が絶えぬよう支援団体がさまざまな活動を行っています。しかし子供たちの笑顔を未来につなげることは容易ではないといいます。すごい元気ですね、思ってたように。本当子供が多くて元気で無邪気な子供らしい姿を見せてくれるんですけど、ただ子供が10歳ぐらいにちょうどそのぐらいの年齢になると、そのキラキラっとした目がですね、だんだんこう曇ってくるっていうか、自分が持ってるいろんな夢を実現するのがいかに難しいか、可能性が低いかっていうこととか現実的に分かってくるんですね。苦労する生活を自分はもうしていくしかないのかなっていうようなことを子供が感じ取ると、その目っていうのはですね、輝きがなんかなくなってくるんですね。実際に子供たちと触れ合ってみてどんな印象を持ちました？そうですね、スラム街って言われる場所のイメージがこうすごく暗かったりとか、人がまるで廃人のようだったりとか、常に危険だとか、そういうイメージだったんですけど、そのパヤタス地区に住んでる子どもたちっていうのはすごく笑顔が輝いていて、本当に元気で想像していたよりも、なんでこう子どもたちがでも夢を持ってもそれを叶えていくのが難しいっていう状況がすごく苦しいというか、まあ、どうにかできないかなっていうふうに思わされました。今回新垣さんは初めて24時間テレビに挑戦されるんですよね。はい、そうですね、いつもテレビで見てる方だったんで、はい、驚きです。毎年見てましたか？毎年24時間丸々は見たことないんですけど、はい、必ずやっぱり夏の風物詩として、じゃあ隣に3年前に、はい、そうパーソナリティを務めた先輩がいます、はい、いやもうそんな、先輩、いやでもそのアドバイスを得る方が、ね、立場じゃないですけれども、本当に皆さんの一生懸命な姿っていうのに、
感動するので、僕はもう本当涙でぐちゃぐちゃになってしまったので、本当にハンカチを持ってた方が、具体的なアドバイスですね。なるほど。想像してる以上にぐちゃぐちゃになりますね。はい。あ、考えてなかったです。はい。実用的なアドバイスを、はい、タオルにします。タオル。面積広めのタオルでお願いします。ありがとうございます。今回の24時間テレビのテーマは未来ということですけれども、はい、番組を通してどんなことを伝えたいですか？そうですね、あのフィリピンに取材に行って、いろんな方の話を聞いてみても、その未来というのは自分たちの手で作っていくものっていうふうにおっしゃっていて、本当にそうだなと思ったし、それが日本にいると当たり前だと思ってたんですけど、やっぱりそのフィリピンの子たちはそういうわけにもいかないわけだし、いかにその自分でこう切り開いていくかっていうのが重要かとか、それは自分次第なんだっていうことをいろいろ感じていただきたいです。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。24時間テレビは今週末放送です。ラガキさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい。